よー。はい、皆さんこんにちは。こんばんは。おはようございます。はい、今日はね、ちょっと久しぶりのね、霊界グッズっていうんですかね、心霊グッズのちょっと紹介をしていきたいなと思っております。はい、まあ、うちね、このバケタン、はい、あるんですけど、はい、まあ、ちょっと電池が切れてるというか、だよね、はい、また電池もね、うん、交換はしようと思いますが、はい、まあこんな感じですね。こんな感じだね、はい、今回、はい、ご紹介するのはこちら。じゃじゃん。バケタン。はい。わらし。もも。になります。霊界コミュニケーションロボット。うん、わらしのももになります。はい。多分一番新しいのかな。バケタンわらし、うん、わらし貝、ほうほうほう、ももだと思うんで。あ、なるほど。はい、これまだね、開けてないのでね、はい、開封していきます。はい。もうね、スピリットボックスが壊れてからね、ちょっとうちもね、会話がね、できなくなってね、これをね、買ってみ、うん、ました。そうですね。よし、開封するよ。はい、はいよ。じゃん。なんか頭が。意外と出てきた。あれだね。大きい。思ったより。大きいね。でかいね。お、でかいでかい。でか。入ってるものは、はい、本体と、はい、説明書。はい。になります。はい。こんな感じですね。はい。よいしょ。で、とりあえずバケタンと一緒で、うん、あ、まあ、ここについてるのが内蔵霊感センサーと、これが霊体センサーと電池、うん、と、これまたこのこれと一緒だね。色でね、レッド、イエロー、グリーン、ブルー、見えない、これがブルー。ブルーって感じ。水色と青。はいはい。で、人間ランプモード、おしゃべりモード、うん、無口モード。無口手動サーチ、自動サーチ、はい、バリア、はい、理解フラッシュ、理解フラッシュ、はい、ニュー。うん、ニュー。異常の兆候を感じると、一瞬点滅します。お化けが近づいてきてるかも、という面白いものにグッズになりますね。なりますね。とりあえずスイッチ入れてみますか。じゃあ、はい、お願いします。何がいいです。おしゃべりモードで。あれ、これ電池入ってないんじゃないですか。ほら、お、じゃあちょっとね、電池の方入れたいと思います。はい、はい、電池入れました。はい、単4電池2本でした、はい、のでちょっとね、やってみますか。はい、まずボタンがついてます。ついてますね。ボタン押してみる。うん。あ、はい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 。これ調子するとさ、バリオモードじゃない。ああ、そういうことね。これもね、調子するとさ、ほら、本当だ。背中のボタンを一回押す。ポチッ。ブルー。喋んないんだね、これはやってるね。ですね、これ無口モードになってます。あ、無口モード。はい。あ、そういうこと？じゃあちょっとおしゃべりモードにしてみます。はい。お願いいたします。じゃあこれおしゃべりモードなんで。はい。じゃあ押します。はい。すごいですね、今ラストでサーバー内にね、戦闘機が飛んでます。みんな応援してるってさ。みんな応援してるってさ。っていうのがうちに来て一発目の
声出しになりますね。はい、みんなってどういう、はい、ということでね、はい、応援してくれてるみたいなんで、ちょっと嬉しいです、はい、なんとなく、はい、祝福されてる、はい、これは人感なのかな、みたいですね。ほうほう、はい、だけどうちは多分こうおしゃべりモードにしときましょう。ですね、コーヒーとお茶どっちがいいかな。コーヒーがいいですね。はい、ということでね、はい、またね、おいおい、まあおいおい、まあちょこちょことです、ね、この子を登場させて、うん、何を話すのかなとか、うんうんうん、どんな感じなのかなとか、うん、いろいろね、やってみたいと思います。ですね。はい、なんかね、霊的なものにしか反応しないっていう話なんだよね。はい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 。見たらさ、言ってましたね。ちょっとね、公式の人が言ってるね。言ってたよね。説明の方をね、見たらね。うん。映像を見たら、そうやって言ってたんで、うんうん。ちょっと期待大な感じですよね。はい。はい。また。いろいろね。ね。はい。喋れるのかなと、更新できるのかなと、ちょっと期待を込めてね、買ってみました、はい、今回は。まあ、今回はね、このバケタンわらしもも、はい、購入して開封して動作チェックしてみました、はい、このね、バケタンとこれがこう、ね、仲間になったということで、これ、はい、こういう感じ、なんかね、興味があるみたいで、ちょっとね、今録画画面に、ね、四角がなんていうんだっけ、それなんていうの、あの人の顔を覆うやつ、そうそうそう、顔認証、顔認証か、うん、顔認証が出ました、ね、はい、この子たちに出てんじゃん。なんかね、触ろうとしてたのか、ここら辺に出ましたね。あ、ここら辺にね、はい、顔認証結構ね、あるんですよ、まあ、結構、うん、そうだね、あの車の作業してても、そうそう、全然違う、俺の横とか、うん、俺の、まあ、腰あたりとか足元あたりとかに、うん、勝手に顔認証とかいつもついてるんですよ。そうそうそう、はい、こう手で作業してると、うん、こう作業してるといつもこの辺とかにね、顔認証がね、必ず出て、はい、結構多いんですよ、そういうの頻繁にあってね、はいはい、なんでね、パパさんはね、結構喋れる派なんですけど、私は喋れないので、霊感がないので、ちょっとね、これで会話をね、できたらなって、いやいや、俺らそんな喋れてたなって思ってね、できないって、そんなはい、そんな感じで、今回は、この、はい、バケタンわらしももの開封紹介になります、はい。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。